声優ノート。すみません、ちょっといいですか？はい。少しだけお話よろしいですか？はい。私のことわかりますか？え？カルキ25歳。自分で言うのもなんですが、イケメンです。女の子からキャーキャー言われ、男の子からは憧れの眼差しで見られている、正真正銘のイケメンです。そんな僕にある男が声をかけてきた。ハゲてて太っていて不潔そうな、どう見ても醜い男。ただ僕はこの男を知らない。知っていたとしても絶対に友達にはならないタイプだ。私のことわかりますか？ちょっとわからないですね。どなたですか？信じられないかもしれませんが、私は10年後のあなたです。ハゲて太って不潔そうなこの男が10年後の僕だってそんなわけない。それに10年後の未来から来たなんて、そんな映画みたいな話あるわけがない。何言ってんですか？わけのわからないこと言わないでください。失礼します。あなたの好きな食べ物は高野豆腐。え？嫌いな食べ物はサンマの苦いところ。え？どうですか、当たってませんか？まあ当たってるというより私のことを言ってるだけなんですけどね。そんなの調べようと思えばいくらでも。小学校4年生までおねしょをしていた。なぜそれを知ってる？いいえ、10年後のあなただからです。そんなわけないだろ。信じてもらえないならしょうがないですね。これを見てもらっていいですか？おい、何をしているなんでこんなところでズボン脱ぐんだ。やめろ、やめろって。パンツを履け。あなたにこれを見て欲しかったんですよ。はい、どうぞ。その男のお尻には大きな大きなほくろがあった。それも僕と一緒の場所に。その位置も大きさもその色も全て僕と一緒だった。これで分かってくれましたか？本当に10年後の僕なの？そうです。本人を目の前にこんなことを言うのもなんですけど、絶対なりたくねえ。でしょうね。私だって10年前はこんな風になるなんて思ってなかったですから。教えてください、この10年で何があったんですか？今日はその件でやってきたんです。全部信じたわけではないが、10年後の僕が言うには、これからプロポーズしようと思っている彼女のナナちゃん、プロポーズは中止、そして今すぐ別れないとこんなおじさんみたいになるぞと忠告しに来ていた。意味がわからなかったので、このまま付き合っているとどうしてそんな醜いルックスになるのかと聞いてみたが、あんまり話すとタイムパラドックスが起きるからと SF 映画で聞いたことのあるようなことを言ってきたので、最初よりは信じ始めていた。ではお願いしますよ、10年前の私。わかったよ、10年後の僕。それではどこに行くの？自分の時代に戻ります。あなた次第では変化が起きてるはずなので。では。こうして10年後の僕は帰っていった。そして僕はというと、彼女であるナナちゃんにプロポーズをするつもりだったが、さっきの忠告を受け、すみません、少しだけお話よろしいですか？はい。私のことわかりますか？え？ハルキ23歳。自分で言うのもなんですが、
イケメンです。そんな僕にある男が声をかけてきた。ハゲてて太っていて不潔そうな、どう見ても醜い男。ただ僕はこの男を知らない。知っていたとしても絶対に友達にはならないタイプだ。私のことわかりますか？ちょっとわからないですね。どなたですか？信じられないかもしれませんが、私は12年後のあなたです。全部信じたわけではないが、12年後の僕が言うには、今から2年後、25歳の僕が約束を守らなかったみたいで仕方なくこの時代に来たそう。僕が今片思い中で、よく行くカフェの店員さんを諦めないとおじさんみたいになるぞーと忠告しに来ていた。もしこのまま好きで居続けると。すみません、少しだけお話よろしいですか？あ、はい。私のことをわかりますか？え？ハルキ、21歳。自分で言うのもなんですが、イケメンです。そんな僕にある男が声をかけてきた。ハゲてて太っていて不潔そうな、どう見ても醜い男。信じられないかもしれませんが、私は14年後のあなたです。全部信じたわけではないが、14年後の僕が言うには、今から2年後、23歳の僕が約束を守らなかったみたいで仕方なくこの時代に来たそう。僕がこれから初めて入るというカフェに行くのをやめないとおじさんみたいになるぞーと忠告しに来ていた。もし行ってしまうと。すみません、少しだけお話よろしいですか？はい。私のことわかりますか？ハルキ、35歳。自分で言うのもなんですが、元イケメンです。そんな僕にある男が声をかけてきた。信じられないかもしれませんが、私は5年後のあなたです。でしょうね。やっぱ驚かないよね。そりゃ驚きませんよ、俺も過去言ってましたから。じゃあ何しに来たかはわかるよね。40歳の自分もハゲてて太っていて不潔そうなんだけど、昔の自分にちゃんと言ってくれた？言いましたよ。それなのに10年前のやつも12年前のやつ、14年前のやつも全然約束守んないんすよ。そうなの？ほんとクソみたいなやつばっかりだな。何なんだよ。まあ全部自分なんですけどね。それは言わないで。声優ノート。